ロシア制裁、韓国造船業に直撃、弾数兆ウォン被害予想。造船3社、ロシアが注文した船舶10隻の建造遅延は避けられない。ロシア国籍の LNG 船舶。ザ・インディペンデント・バレンツ・サーバー。ウクライナ戦争で韓国の船舶会社の被害が大きくなるものと見える。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は2日、現地時間、ロシアが韓国の造船会社に注文した船舶建て宮津湖が遅延すると展望した。韓国政府がロシアの大手銀行を制裁した後、ロシアの海運会社が韓国の造船会社に受注した数10億ドル、数兆ウォン規模の船舶に対する代金の支払いが困難になるということだ。ロシア側が注文した船舶は天然ガス運搬船やタンカーなど約10隻に上るという。ロシア国営タンカーのオーナーである SCF ソブコムフロートが注文したタンカー3隻と LNG 船1隻、日本の NYK 船と共同で発注した LNG 船4隻などだ。同メディアはこれら船舶が世界三大造船会社である韓国の現代重工業、三菱重工業、大宇造、船海洋に注文が入った状態だと伝えた。現代重工業の役員はウォール・ストリート・ジャーナルに、船舶注文に関連した多くの関係者が大きな混乱を経験しているとし、我々は制裁局面をどうやって乗り切るか考えていると述べた。一方、アンソニー・ブリンカン米国務長官はこの日、ロシア制裁に韓国政府が参加したことについて、米国と韓国はウクライナに肩をかけて支持していると再度確認した。ブリンカン長官はこの日声明を出し、韓国政府のロシアに対する経済制裁は批判に基づいた国、再秩序を守護しようとする韓国の献身を見せてくれると評価した。続いて、韓国の備蓄油の放出は国際エネルギー市場安定のための努力にも寄与するとし、私たちの共同行動は団結を示し、ロシアのウクライナ侵攻に対する同盟国の意思を確認すると付け加えた。果たして韓国経済は今年順調に成長するだろうか。先週、韓国銀行は今年の経済見通しを初表し、経済成長率 3.0%、消費者物価上昇率 3.1% を予測した。不確実性が多いが、世界へ渡るの回復傾向と韓国国内の貿易措置緩和により、成長率は良好で、物価上昇率はやや高いと予想した。今年の経済を予想するのは容易でない。内外のネガティブな要因のため、韓国銀行の予想値より成長率は低く、物価上昇率はさらに高くなる恐れがある。国民が二重苦を体験することになるのだ。低成長で景気が沈滞すれば雇用が増えず、労働者の賃金と企業の収益が減る。物価上昇率が高まれば生計費が上がり、価格変動が激しく経済生活に困難が発生する。実体資産の価値は上がり、不平等が深まりかねない。パーフェクトストームで韓国経済が非常に深刻な危機を体験する可能性まで大きくなっている。パーフェクトストームは個別では威力が大きくない台風が他の自然現象と重なることで相当な破壊力を持つようになる気象現象だ。経済学的には稀に発生する悪材料が同時多発的に現れて相互作用を引き起こし、大型の経済危機がもたらされる状況を称する。今、世界経済はロシアのウクライナ侵攻により国際原油天然ガス価格が急騰した。また米国のインフレで米連邦準備制度理事会 FRB が今年 1% 以上金利を引き上げるという予想で金融市場が揺れ動いている。国際通貨基金 IMF は1月の世界経済見通し発表で、今年の世界経済成長率を昨年10月に予測した 4.9% から 4.4% に引き下げており、 4% 台の達成ですら容易ではなさそうに見える。今後のウクライナ情勢悪化と米国の金利引き上げスピードの加速化に加え、オミクロン株の感染拡大と中国経済の不振が重なれば、最悪のシナリオが繰り広げられることになるだろう。世界経済が相当な打撃を受けるだろう。さらに米中対立の中で、北朝鮮のミサイル発射による韓半島、朝鮮半島の地政学的リスクも大きい。韓国経済に否定的な影響を及ぼしかねない対外要因が一度に発生している。韓国経済は特に海外からの衝撃に弱い。エネルギーと原材料の大部分を輸入し、生産品を輸出に依存する産業構造であり、金融の対外開放度が高いためだ。
2度のオイルショック、アジア通貨危機、世界的金融危機、新型コロナパンデミックのような大きな外部衝撃が来るたびに経済危機を体、印した。経済成長率が1980年はマイナス 1.6%、1998年はマイナス 5.1%、2010年は 0.8%、2020年はマイナス 0.9% に急落した。エネルギー・原材料価格が上がる時期にはもの値上昇率も高かった。オイルショックを体験した1980年の物価上昇率は 19%、通貨危機だった1998年の物価上昇率は 7.5% だった。今年発生する海外からの衝撃は過去のオイルショックや金融危機ほど深刻ではないと予想される。しかし外部衝撃が内部の弱い部分と結びつき、政府が対応をおろそかにすれば衝撃が増幅され、とてつもない台風になりかねなくなる。現在の韓国の状況は新型コロナウイルス感染者と重症患者が増加し続けている。日常回復が遅れ、民間消費と投資回復に不確実性が大きい。大統領選挙後の政権交代期と新政権早々期に国政管理がうまくいくのか、無理な経済政策が繰り広げられないか懸念される。今後新政権が発足し安定した経済成長を維持できるかもまた未知数だ。韓国経済の中長期見通しは暗鬱だ。合計特殊出生率は 0.81 人と世界最下位圏で、人口は急速に高齢化している。生産可能人口が減少して生産性向上は停滞し、成長潜在力が下落としている。家計と政府の負債は過去最大だ。家計負債は昨年7から9月期数に家計可処分所得の 174% に達した。この5年間の政府負債は IMF 基準で国内総生産 GDP の 41% から 51% に急上昇した。民間経済の活力は落ち、政府の財政余力も消耗している。韓国経済学会の最近の調査によると、大多数の経済学者が政策変化がないならば5年後の韓国の経済成長率は 1% 台に落ちるだろうと答えた。いつになく韓国の国民と政府が危機意識を持たなければならない時だ。漠然とした楽観論で備えをおろそかにしてパーフェクトストームを迎えて座り込めば、過去に日本が体験した長期賃貸の沼に落ちることになるかもしれない。湯で帰る、温水に帰るという言葉がある。カエルをお湯が入った鍋に入れれば飛び出すが、冷たい水の中に入れてゆっくり温めれば危険を感知できないままゆっくりと沈んでいく。差し迫ってくる危機を認識できず、現実に安住して滅亡するゆでガエルの運命は避けなければならない。韓国経済の未来は私たち自ら開拓できる。韓国は経済危機を国民と政府が力を合わせて他のどの国よりもうまく対処していち早く克服した。政府が国内リスク要因をあらかじめ除去して効果的な財政、通貨、金融、産業の政策を組み合わせて外部衝撃に対応すれば、暴風雨が来ても韓国経渡るは順調に運行できる。5月に新たに発足する政権は能力のある経済チームと効果的な政策で経済を安定的に持続発展させなくてはならない。